天原木屋が笠たらた原木屋この図はついともでございます。今日もロサンゼルス郊外パサディナシティからお送りさせていただいております。よろしくどうぞ。はじめましてのことはナイスとミーチュー。今除霊をしております。皆様の邪気をお払いお払い、イエーイ。こんにちは。元気？元気よ。つーちゃん超元気。まあでもジムに行けないのがちょっと残念だけど、お家でストレッチとか腕立てとか腹筋とかしてどうにかしのいでおります。元気でしょうか皆様。はじめましての方、ナイスとミーチューでございます。あのコメントありがとうございますね。友達とかから応援メールとかいただいたりしてたんだけど、なんか知らない方からセイハロー言っていただけるとちょっともう感動で泣きそう泣きそう。てかつーちゃんみたいなさ、こうまだもう少数派のちっちゃいちっちゃい YouTuber なのにさ、どうやってみんな見つけたの？つーちゃんなんてもう顕微鏡でこうやって見ないとわか、あ、ごめん、このマークダメよ。ちょっと危ないよ、これ。だからね、今からこうやってどうやって見て、あ、これもダメなんだけど、本当にもうちっちゃいちっちゃい俺をどうやって見つけてくださったのか、これこそもう神様からのお導きなのかしらっていう感じでございます。本当にあなたたちに会えてよかったわ。もうみんなで手をつないで踊りましょう。やどらるや、ほほるや、ほほる。まあ最近通知はなんかちょっと都市伝説とか陰謀論とかそういう話しちゃうからね、ちょっとドキドキ的な話もあるんですけれども、1年ぐらい前にね、アメリカ人の友達がさ、俺コンピューターで見ながらなんか話してたら、知ってる？このカメラってアメリカ政府全部見てんだよとか言われて、え、嘘よねみたいな、いやいや本当本当とか言われて、え、じゃあ俺がなんかエロ動画とか見て、でもまあさ、俺さ別に一般市民じゃん、ただの主婦じゃん、なんか悪いこととかなんか発言してるわけでもないしさ、なんか、あ、またごめんね、なんかが多すぎてちょっと注意したいと思ってるんだけど、でなんかね、そういうことで見られてるっていうのを聞いてさ、はっ、どうして？で違う友達に言ったの、アメリカ人の、え、知ってたよ、だから僕ガムテープそこに貼ってるもんとか言って、どうして？そこまでなんか気使わなきゃいけないのってね、いろいろ思うんですけれども、俺は時々こうやってカメラにピースとかして見てるのかなみたいな、な今 AV 見てる、あた目覚めるコイラから、まあそれと別にさ、この携帯みんなが持ってる、俺今動画撮ってるやつもさ、カメラがあって、まあなんだっけ、指紋認証と今顔認証でしょ、言ったらこれ全部登録されててみんな見られてる、みんな知ってた、こんなの俺はそんなこと考えもしなかったからさ、こんな登録してるなんてさ、まあ、自分の携帯用に自分が分かるようにそうしてるだけと思ったけど、言ったらこれって全部知られてんだなって感じだよね。もう監視社会ってやつは普通に行われているみたいでございますね。全部あなたの履歴が残るとかそういう感じでしょ。あなたがもしなんかツイートでなんか悪口とか発してたりしてたら、それも全部登録されて、あなたいい人悪い人ポイント制になるみたいなね。実際クレジットカードはそういう感じで何か開けなかったり買えなかったりする時代がもうどんどん近づいているみたいなね。まあとにかくつーちゃんは最近さ、まあスピリチュアル系と都市伝説が合体した話をしてる感じで、すごいなんか楽しませていただいてる1ヶ月間でございます。で今日はまあスピリチュアルとちょっとそういう科学的なちょっと理科の時間っていう感じで、昼の時代夜の時代っていうね、ちょっと面白い図があったから俺もそれを説明しながら書こうと思います。よろしいでしょうか。まあつーちゃんちょっとちゃんと上手に説明できるか分かりませんけれども、詳しく深掘りしたい方はちょっとリンク貼っときますので、上手に説明されてる方がいますから、それをただ俺が俺なりに喋ってるだけだからね、言いますよ。宇宙の中に地球があるわけじゃないですか、我々が住んでる地球ね。その地球は24時間自転しながら回ってるわけでございます。そしてその太陽を公転しながら365日かけながら太陽の周りを回ってるわけでございますね。そんでまた水金地火木合転みたいなのがあるわけですよね。それも同じシステムで自転しながら公転していると、太陽系ね。でまたそれがさらに大きくなって銀河系ってやつがありますね。ワオですね。どん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 地球はまあ広いでございますか。地球じゃない、宇宙はもうすごい無限大でございますからね。そのまた
この銀河系がどん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 さらに広がって銀河団みたいなのがあって超銀河団みたいなのも果てしなく果てしなく続くわけでございますよ。すごいね。まあでもこのシステムはまあマクロのその大きな世界だけに限らずこのちっちゃいちっちゃいミクロの世界でもこうねあの DNA みたいなの渦巻いてぐるぐる回ってる感じでしょ。よくわかんないけど 中立子電子核よくそういう言葉わかんないけどまあ同じ法則でぐる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 回っているわけですね。でこの宇宙が自転一周自転するのに一周するのに5000年かかるみたいなね、この銀河団の中で。さらに大きく言ったらもっとかかるかもしれないけど、何億年とか何百万年とか。でもまあこの銀河系の中で動いてる、一周するのに5000年だって、5000年。で、半分に割ったら、まあ2500年だよね。2500年大体。で、それを今言ってる人は、地球は今どこにいますかっていうことなんですよね、この一周回ってる間で。で、地球は今ここらしいでございます。へぇ、ここ何？どういう意味って。で、こう回ってるわけですね。ぐるっと。で、ここから、今からの時代は、昼の時代という表現をされています。昼の時代。で、今まではじゃあ夜の時代。まあ24時間、太陽が出てる時間、太陽が沈んでる時間、昼夜って分けますよね。そういう感覚でもう頭ゆるゆるして聞いてね、俺の言ってることなんか柔軟な人じゃないと意味分かんないというか、俺の説明が下手すぎて分かんねえってとこかもしれませんけれども、まあ聞いてよ、まあ聞いてくださいますよ。だから今までの夜の時代だというのはじゃあどういうことですかっていう感じなんだけど、まあ奪い合う時代だったっていう形ですね。なんか支配する人がいて支配される人がいてみたいな、上下関係があって縦社会があって年功序列があって上の言うこと聞いてる方がなんかまあ楽だぜ的なね、そういう感じだったんだけど、これからの時代は何でしょうか。自分が中心となっていく、生きていく時代。まあ自己中とはちゃいますよみたいな。自己中っていうのはまあね、ちょっと調和が取れてないって感じだよね。自分が中心、自立していくっていうのは、自由で、あなたが自由でいることで、周りにお役に立つみたいな、周りが元気になるとか、周りに光を照らすみたいな、ちょっと深い意味でございますけれども、そうですよ、喜び、自由、愛、まあ、感謝とかね、そういうのをこう、シェアしていく時代でしょうか。スーちゃんが言う丸社会、そういう感じでございます。応援してくださってる、コメントしてくださってる方はもうスーちゃんの中で自分の丸社会を作り上げていってるって感じがして本当に嬉しい。まあそういう感じなんですよ。だから昼の時代にね、今から移行していくから、つまりこの目覚める、俺らが地球ここにいるね、目覚めていくっていうことを決める人はこの昼の時代でね、何でもうまくいくみたいなね、楽しいよね、そういうの聞くと。何やってもうまくいくってことですよ。だって昼の時代に行くんだもん。目覚めていく人っていうのはこの不幸を不幸と捉えない人っていうかさ、ちょっと失敗とかそういうことあった時にいけてない自分をちゃんと受け入れて、まあ向上心を持っていくって感じだよね。この眠りを続ける人は結局自分をずっと否定し続けちゃう人になっちゃうから、なかなかそうなると今後きついですよって感じだよね。だから目覚めちゃった人っていうのはなかなかもうどんと来いって感じで、何が来ても楽しめる人っていうか、そういう意味で自立していくっていうこともあるご様子でございます。皆様はいかがですか。この感じどう思われますか。なんかこのイラスト欲しい方どうぞ連絡くださいませ。ツートムのサインでなんかサインでもして お届けします。ポロポロ、あ、すいません、ちょっと電話が鳴りました、ごめんなさいね。ハロー、はい、マジ、いいですけど。 OK、 はい、 What's your name?はい。あ、じゃあ、改めて、ちょっと今すいません。動画撮ってるか、ごめんね。はい、ごめんね。はい、はい、はい、はい。なんか、これね、今、視聴者プレゼントって言ったら、なんかいきなり連絡あった。なんなのこの絵欲しい？なんか意味あるのかな？これ。なんか、名前ビル・ゲイツって知ってる？ビル・ゲイツってなんか聞いたことあるよね。ね、ちょっとなんで俺の電話番号わかんの？なんで俺の
え、なんで、なんで、意味わかんない。え、そういうこと、どういうこと、はい、どうぞ、はい、妻の言ってることは聞き流してくださいませ。俺のたわごとなんて嘘百発でございます。あなただけを信用してください。あなたの真実こそが本当の真実でございますです。どうも、今日も最後までつーちゃんのためにお時間を、大切なあなたのお時間を割いていただいて誠にありがとうございますです、ございます。本当に嬉しくてたまりません、嬉しくてたまりません。どうぞこれからもつーちゃんのことよろしくお願いいたします。よろしかったら高評価ボタンとか低評価ボタンとかいろいろ送って、ただそういう感じでまた会いましょうぞ。 Love you, have a great day。君と出会うシリーシチュエーション、きらめく光源で僕は今爽やかな君だけのプリンスになると決めたのさ。